はい、こんにちは、ウッディーベルです。今日はですね、ケシュアのアルプナファミリー 4.2 というですねテントのレビューをお送りいたします。はい、ということでですね、まずですね、過去に、このケシュアのアルプナファミリー 4.1 というテントを張ってます。それとの違いがをご説明したいと思います。4本ポールであること、いうことですね。あと理由はわからないですけど、ここのここだけ約2メートルぐらいですかね、 1.5 メートルぐらいですかねにしかスカートがついてませんということで、全体はですね、なんであそこだけスカートつけたのかがちょっと意味は、ケシアしかわからないと思うんですけど、早速中開けていきたいと思います。はい、で、先ほど申し上げたアルプナファミリー 4.1 と 4.2 の大きな違いは、 4.1 はワンルームですねになります。こちらはツールームのテントです。インナーテントがですね、吊り下げ式インナーテントが2つ付けられるということで、あ、ここだけこのおかしいよなでもな、まあ、とにかくスカートはここにしかついてませんっていうのと、こうやればですね、小さなキャノピーがを張り出すことができます。いつもの通りここ公園でやってて、ペグはいいんですけどガイロープは使っちゃいけないということなんで、打ってはいけない、ガイロープ張らないでくださいということなんで、張れないんでキャノピーは張りません。張りませんじゃなくて張れません、正確にはですね。はい、はい、ということで今これ巻き上げましたんで、ちょっとカメラ移動したいなと思います。はい、ですね、今映っている部分に本来は、インナーテントですね、インナーテントを、入れることができるということで、こちらがですね、吊り下げのインナーテントの、リングになります。これが、まあ、あちこちについてて、インナーテントにすると、で私はソロで使うことしか考えてないんで、貼ってあるんでですね、すぐお見せしますけど、こっちはまあ広いリビングスペースとして使いたいなと思います。はい、ということで、中に入ってですね、正面から映しますけど、こんな感じですね。はい、下はスカートがありませんので、完全に丸見えです。これは張り方の問題じゃないですね、もうこれしかやりようがないです、このテントは。はい、でこちらにですね、ランタンフックがついてます1個。あと反対側ですね、今インナーテントの方を見せしますけど、にも同一の場所にですね、ランタンフックがついてます。はい、でいよいよ中なんですけど、これは先ほど申し上げたリングにですね、インナーテントをただ吊り下げた状態ですね。私はインナーテント、吊り下げインナーテントって大好きなんですけど、何が好きかって理由はですね、極端なこと言いますけど、これ寝る時だけこの吊り下げインナーテント使えるっていうところがすごく好きですね、便利だと思います。はい、ということと、あとちょっと映ってますかね、映ってないな、ちょっとこれ以上カメラが引けないんで、このすごいこのテントのいいところは、これインナーテント吊り下げ式インナーテントなんですが、それにですね、この1個目2個目、3個目4個目と、まずこのこちらのリビングルームにいる時に小物をですね、
こうちょこっと入れ、ちょこっとはかなり大きいんですけど、というものが、入れられるのがついてて非常にいいなと思いました。あとですね、うっすら見えてるんですけど、インナーテントの中側からですね、ここにも1箇所2箇所ですね、こちらにも、小物入れついてます。はい、ということで、じゃあ 中ですね、はい、よいしょ、うわ熱い、めちゃくちゃ熱いっすね。こんなにメッシュが空いてるのに、あ、それとですね、今巻き込んじゃってますが、ここはクローズできないんで、常にですね、開けっぱなし、メッシュはクローズすることはできません。あとちょっと設営電話の時に申し上げたんですけど、匂いは全くないって言いましたけど、やっぱ匂いはありますね、これ。ケシュワ臭という、匂いがします、はい、ということで今度はですね、中なんですけどね、中にもですね、まあ当たり前ちゃ当たり前なんですけど、ランタンフックですね、ここについてます。はい、で広さはですね、これどれぐらいあるのかな、長さここは210ぐらいあるでしょうけど、奥行きは 1.6 か、それぐらいですかね。まあ大人無理して2人寝れないことはないかなと。私みたいにメタボヤジじゃ一人でちょうどいいスペースですね。うん、これ設営も楽ですしね、いいかなと思いますね。はい、そんな感じですかね。で、まあインナー、とにかくいいところは、ランタンフック4つついてるということと、この小物入れがですね、大きなのが、今カメラ置いてる側にもインナーテント入れればですね、で小物入れが8個じゃないな、1,2,3,4 個でしょ、4個6個だから12個ですかになるということですよね。はい、感じとしてちょっと遠くから撮りたいなと思いますけど、頭が痛い、ここちょっと困ったな、火がありましてですね、でこんな感じですね。はいはい、で横ですね、横はケシュアのちょっと逆光撮影になっちゃうんですけど、アルプナ、ケシュアのアルプナのですね、ファミリー 4.1 とほとんど同じですね、形は、見かけはですね、ちょっとポールの長さとか測ってないんでどうだか分かりませんけど、こんな感じです。でこれは季節に問わずというよりも、暖かい時期にしか使えないですね。スカートがとにかくついてないですから、スカートがついてればですね、ポールの長さを切断してですね、高さをですね変えることで、なんとか冬場も乗り切っちゃおうというふうに考えられるんですけど、こちらのテントはスカートがなぜか中心の部分、リビングの部分しかついてませんので、冬は相当寒いでしょうね。はい、先ほど巻き上げられるって話もしたんですけど、ここにもついてるんですよ。でこれ浮いてないですよね。ちょっといい感じに、 4.1 はこれも浮いちゃってましたからね、完全に。なぜこれ全部につけないんですかね。寝るところは寒くていいけど、リビングが寒くちゃいけないっていう、風は入っちゃいけないっていう、その根拠はよくわからないんですけど、はい、ということでスカートがですね、中央部分にしかないというところですね。はい、あ、そうだ、窓ついてて窓開けられるんですけど、ちょっと今開けてきます。はい、これもですね、結構いい面白い部品がついてまして、リングにですね、使い棒みたいなのを通す形ですね。うわ、大変なことになっちゃいました、テントが。これ初張りなのに。はい、ですね、ハーリみたいのが何万匹もいたんですよ。でそいつが窓のところに入っちゃっててですね、まあこれ私がずっと使って中古で販売する予定もないんで、
いいんですけどね、虫がいっぱいついても、はい、ということとですね、またアルプナ 4.1 との違いなんですけどね、ここはですね違いますね、はい、4.1 の場合はここがこうなんかここに開いちゃうんですけど、これ下に向けてこういう状態でペグ打ちすれば、今日は打てないですけど、ガイロープ禁止ですからやりませんけど、これを下向けてここにペグで打ち込むことで完全にこのメッシュの窓をですね、塞いじゃうことができますね、はいはい、ということと 4.1 との、違いじゃないな同じです、同じで私が困ったと、前回ですね困ったのがここが、あれちょっと改良されてるな、でもちょっと改良はされてますけど、ちょっと見えないかもしれないですけどね、カメラではちょっと二重にこう、なんて言えばいいんだろうな、こう平べったい布が縫い付けてありますね、はい、で前回問題になったのがですね、土砂降り、強風土砂降りでですね、アルプナファミリー 4.1 を使ったらどうなったかというと、このさっき言ったこのメッシュのところ、寝室からですねのこのメッシュのところから、じゃんじゃん水が入ってきて、ね、寝られませんでしたと、ていうか起きましたってことですね、はいはい、ということですね、はい、レビューとしてはまあこんなもんですかね、はい、全体映った方がいいですね、はい、ちょっと入りきれないですね、はい、ということでですね、私はもうソロで使うことを想定してますんで、十分な、広さの寝室プラスリビング、インナーテント2つ付いてますけど、私は1つしか使わないです、ですからスペアパーツとして取っておけばですね、まあ、一生使えるんじゃないかなということですね、はい、で窓ちょっとアングルが分かんないんで、分かんないんですけど、窓の開閉ぐらいはちょっとお見せしたいなと思います、はい、窓はですね、この間に今虫っていうかハーリが入っちゃったんですけど、このただの棒みたいなパーツなんですけどね、これをここ通して引っ張ればただ止められると。あとちょっと私心配なのはですね、このテントまだ買ったばっかり、まあうちに置いてあった 4.1 もそうなんですけど、このビニールの透明のシートがですね、どれぐらいの耐久性があるのかですね、白く濁るのがどれぐらいで濁っちゃうのかっていうのがわからないんですよね、そこだけですかね、ちょっと不安なのは。 4.1 アルプナファミリー 4.1、 4.2 共通に言えるところは窓がついていて、窓の素材がですねどれぐらいの耐久性があるのかっていうのがわかんないんで、まあ、メーカーに問い合わせるにしてもですね、いやいや私はフランス語ができませんということですかね、はい、まあそんな感じでこれはですね、季節に問わずとは言えません、冬は寒いですね、多分めちゃくちゃスカートもないですから、あとはそうですね、インナーテントが宙に浮いてる、これは悪くないですね、ゴムなんでどうせ伸びちゃいますから、はい、設営も簡単ですしね、価格はですね、いろんなところで販売されてるか知らないですけど、正規代理店でお買い求めていただいた方がいいですね、これは。私は 4.1 アルプナファミリー 4.1 をですね、正規代理店じゃないところで買ったんで、とんでもない高額で買いました。これは正規のですね、ケシアの代理店で買いましたんで、非常に安いですね、値段が2万円しないです、1万円台で買えます。それでツールーム、1万円台のツールームってそうそうないんですよね、はい、ということで、非常にですね、今の時期、使いやすいのかなと思います、はい、ということでですね、そうですよね、あと何言ってもないんですよね、設営が簡単っていうのと、
広いのと、スカートがなんか知んないけどリビングルームのこの中央部分にしかスカートがないっていうところが特徴ですね、はい。まあ、あとインナーテントが2つ、ランタンフックが4つ、ということでですね、なかなかこれもいいテントだと思います。 4.1 も良かったなと思ったんですけど、こっちもまたすごくいいテントですね。これだけ広ければですよ、そうですね、4人で宴会ぐらいできちゃうんじゃないですかね、はい。でこちらに表に火を置いたりすればですね、すごく快適に過ごせるテントなんじゃないかと思います、はい。最後までですねご視聴いただきましてありがとうございました。